変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べてわかったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味は？ははは、探検家として興味ないわけがなかろうよ。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても、得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。結局この光は何なんだ。嘘をつくまでもね。まずい状況ね。よし、行くぞ。ゴムゴムのガトリンだ。まだいけるぜ。行くわよ、サイクロンテンポ。ごめん、あとはお願い。ほらよ、しっかりしろ。ありがとう、助かったわ。俺様に任せとけ。施設煙星ゴムゴムのガソリンだ。お前じゃ退屈しのぎにもなり。鬼お前死ぬ。なるほど、これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。電気が通ってるね。お、さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。
さっさと片付けるわよ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃし。鬼まだいけるぜ。ゴムゴムのバズーカシッシッシッ、やったな。ちょっとこっちによこさないでよ。相手が強そうだからって。ひさかやつぼし、あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。こうそ、もしっかり確認するわよ。何かいいもんがあ、これ何が書かれてるかわかるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと。これだけじゃわからないわ。ご注意ください。ゴムゴムのガトリンガー、相手にとって不足なし。鬼よっしゃ、よくそろえ。奥でなんか光ってんな。光る壁を消さねえと、イカズチの巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのか。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。仕事だ。あったぞ、装置だ。便利な体だな。
穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とりゃあ！おお、ようやく出れたぞ。よし、北だ。かなり上から伸びてきてるみたいな。あ、スイッチのやつだ。よし、下も見てみようぜ。こいつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわ。炎の巨像と同じものだ。そうか。じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの？いけるか？ゴムゴムのバズーカ。お前を倒す三段は月下火薬星。きっちり肩をつけるとするか。鬼切れ。なんで私なの。行くわよ、サイクロンテンポ。さて、お手並み拝見だな。いけるか。ゴムゴムのピストル。うわ、まだまだ。やるな。ほらよ、しっかりしろ。お前を倒す三段は月下火薬星。体がしびれて。俺がこれか。鬼キレイ。思うように動けないわ。どうしよう。ソラよ。まだまだ。ゴムゴムのバズ。俺から行く。必殺火薬星。散り方をつけるとするか。鬼切れ。なんで私なのよ。行くわよ、サイクロンテンポ。ちょっとは本気出さねえとな。
やべえ、やるな。ゴムゴムのピストル。まだまだ。そこをどけ。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。任せて。お手柔らかに頼むぜ。俺が。行くわよ、サイクロンスケープ。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは、大した奴らだ。俺はまだまだ強く。果たして俺は大丈夫か、長花くんよ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの実の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなもん。もっとも生きてるものはつかめねえよな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜ、アディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは…どうした、アディオ。いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったら、すぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ。わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやがる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。キューブだけど、こんなの体に戻るの？そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ？さ
さあな、俺もキューブが戻るところは見たことがねえから。食うのかな。おっとっと、こんな量食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考えるのそれからよ。それにしてもさっきの遺構、ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリアで学んできたナミがそう言うなんて相当ね。その研究の結果あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でもどうすりゃいいんだ。ま、いろ何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前らいい加減にしろ。何しやがる。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ。見て、小さな砂浜のところ。奥にいるの、そうじゃない？どれどれ。おっとっと、あれはリムで間違いねえな。よっ。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できないの。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。でも、あ、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム、仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。ああ、
なんだかここは。ここはキューブを自由に扱える空間よ。すげえ、不思議空間だな。不思議、まあ呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここ思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。旅立ってからどうするの？聖火の踏襲、かつてあなたたちがそうしたように思い出の世界で成し遂げたことをもう一度やるのよ。ただ思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶からできているから、体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるの。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。失った力を取り戻すべくワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味はアディオの協力で巨像を倒し最初のキューブの奪還に成功した。しかし事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。